667型原子力潜水艦。画像は667型デルタ型原子力潜水艦はロシア海軍が現在運用する原子力弾道ミサイル潜水艦の一つ。デルタ型の名称は NATO のコードネームによるもので1から4型のサブタイプが存在する。ソビエト連邦、ロシア側の名称と NATO コードネームはそれぞれである。 1972年に667バイト型の最初の艦が収益し、1990年に667バイト DRM 型の最後の艦が収益した。その間に巨大化と先進化が行われた本艦級であるが、長射程のミサイルを運用するために、ミサイル格納庫が大きくせり出している。形の艦影は全てに共通するものである。 プロジェクト667バイトムレナ型プロジェクト667バイト型は1972年から1977年にかけて収益した。ロシアでの本型はプロジェクト667型を搭載している。全部で18隻建造されたが、スタートアイの発行に伴い、1998年までに全艦が退役している。 プロジェクト 667BD 型は1973年から1975年にかけて収益した。設計はマイナス 667B 級を改良したものであると言えるが、ミサイルの搭載数を増やすために排水量が増えている。次世代のマイナス 667BDR 級の収益が早かったので、全部で4隻のみの収益となった。 スタートアイの発行に伴い、1996年より退役を開始し、現在では全艦が除籍された。プロジェクト667バイト DR、カリマール型プロジェクト667バイト DR 型は1976年から1981年にかけて収益した。 マイナス 667BDR 型はそれまでの667型とは異なり搭載しているミサイルはマーブ式の R-29R、RSM-50 となっており、それまでに比べて攻撃力が大きくなっている。全部で14隻が建造され、北方艦隊に5隻、太平洋艦隊に9隻が配備された。百九十三年春に発表された、 官邸整備10カ年計画では、戦略源泉は、プロジェクト941型と667バイト DRM 型のみを、残し、本型も含めた他のクラスはすべて退役させる、方針であったが、結局、維持コストのかさむ941型を早期退役させ、1990年代前半までに、順次オーバーホールを済ませていた本型は残されることになった。 なお、北方艦隊所属の K129 は1990年代に潜水艇母艦に改造され、BS-136 となった。財政難などの理由により順次除籍され、2011年には北方艦隊に特務原選 BS-136、太平洋艦隊には3隻が在籍していた。太平洋艦隊所属艦は、 行動不能状態にあると報じられていたが、時々、宗谷海峡を浮上航行する姿が、海上自衛隊によって目撃されていた。2004年11月、同艦隊の K-223 ポドリスクで、タンクへの過剰制圧のため飲料水タンクが爆発するという事故が起き、翌年、修理のため塩海舟に向かう姿が、宗谷海峡で目撃された。 K-433 ブヤとい、ゲオルギー・ポベドの説は2004年以降、毎年オホーツク海で弾道ミサイルの死者を行っており、2006年9月10日にも、千島列島のシムシル島沖で R-29R ミサイルを発射している。本型は人工衛星の打ち上げを R-29R を用いて行っており、このロケットはオルナと呼ばれた。 ロシア海軍総司令官、クロエドフ上級大将は、収益中の667バイト DR 型の寿命を無期限に延長すると在任中に発言したが、これは本型を官令ギリギリまで目いっぱい使用するという意味とみられる。現在運用中の艦も2010年代には寿命を迎え、随時退役していくことになろう。プロジェクト667バイト DRM デリフィン型プロイエクト667バイト DRM 型は1985年から1990年にかけて収益した。667バイト DR 型よりもかなり大型化されているが、その分は静粛性の向上に当てられた。搭載しているミサイルは当初 R-29、RM、RSM-54 であり、2007年以降、 改良型の R-29 ムシネワが順次、搭載されている。当初は12隻建造される予定であったが、ソビエト連邦崩壊により、竣工したのは7番艦までに止まり、続いて建造中だった8、9番艦の工事は中止された。竣工した7隻は全艦運用中である。1990年代には、財政難により定期修理が中断し、一部の艦は、 戦略任務につけない状態が続いたが、2000年以降は順次、改装工事が行われるようになり、これによって管令は35年に延長されている。ただし、K-64 ウラジーミルは戦略任務から外され、BS-411 の後継の特務厳戦 BS-64 に改装されたため、今後戦略任務に就くのは6席となる。 BS-64 の回収は1999年から2016年までの長期にわたった。本型はその弾道ミサイルを使って人工衛星を打ち上げており、ロケットとしての名称はシチ入りである。1998年7月には本型のノボモスコフスクがドイツの科学衛星を打ち上げた。エッカテリンブルクは2006年5月26日に 弾道ミサイルを使い人工衛星、コンパス -2 の打ち上げに成功している。2007年3月5日、ロシア海軍総司令官、ウラジーミル・マソリンは、5月に原子力潜水艦を使って、南アフリカの人工衛星、サンバンディラを打ち上げる予定であると語った。しかし、この打ち上げは実施されなかった。2004年2月17日から18日にかけて、 プーチン大統領視察の元本型のノボモスコフスクとカレィアが弾道ミサイル発射演習を行ったが、2回とも失敗に終わった。ただしこれは予算不足で対応年数抜きれたミサイルを使用したためとみられる。その後、本型のエカテリンブルクが2004年の6月29日と9月8日に行ったミサイル発射は成功し、汚名を返上した。 2006年6月30日には、ツーラが弾道ミサイルの発射テストに成功。2006年9月9日にも、本型の一隻が北極海の氷下からミサイルの発射を行っている。2011年12月29日、センと衝突して、ムルマンスクの第82修理ドックで修理中だったエカテリンブルクで作業中の火花が、 木製足場に引火して火災が発生した。ロシア非常事態省によると、火災は出火から27時間経って、ようやく沈火。監視ソナーが全焼したが、船体は表面の防音ゴムを焼いただけで、原子炉は停止していて火災による損害はなく、弾道ミサイルも積んでおらず空であったという。ところが、2012年2月13日発行の週刊誌、ブラスチによると、 出火当時のエカテリンブルクには規則に反して核弾頭をつけたミサイルが搭載されたままであった。さらに、火元真上の魚雷発射管室には魚雷が入っており、乗組員が人力で隣の区画に移動させて誘爆を防いだという。火災により内閣が長時間高熱にさらされたため、所定震度への先行が可能か疑問視されている。 当局は、すでに製造中止になっているスカート2型監視ソナーの代替品製造を含め、修理費の見積もりを予想の半分の5億ルーブルと発表したが、その5同系のソナーがモスボールされていたのが見つかり、さらに半分の費用で修理ができる見通しであることが発表された。エカテリンブルクは、2012年6月にズベズドーチカ造船所に開港されたが、 それ以降1年近く放置された後、2013年5月31日に、同造船所のウラジミールニキー陳社長が、本格修理に着手したと発表した。2014年6月6日に再浸水し、2014年に、復帰する予定である世界の感染2011年12月号、P155& レイブィポルトフ ABC、ゼ、レンタ。 RU2019 年4月18日プロジェクト -09787 スペシャルパーパスサブマリン BES-64 ポドモスコブ j デッドオーバーツーロシアンネイビー httpnavyrecognition.com 2016年12月27日編集部あわや第3次に路線略厳選、エカテリンブルグ火災事故の天末 世界の感染第760種解任者、海外、官邸ニュースロシア戦略厳選エカテリンブルグの修理費用半減、世界の感染第764種解任者、海外、官邸ニュースロシア戦略厳選エカテリンブルグが本格修理を開始、世界の感染第782種解任者、海外官邸ニュースロ戦略厳選エカテリンブルグが修理外生して浸水、 世界の感染台802週会忍者、ありがとうございます。